はい、どうも皆さんこんにちは。こちらの映画ラジオの時間です。この動画は7月16日より公開となった映画竜とそばかすの姫について、複雑な内容だった映画の中で説明されなかったシーンや要素を洗い出して、それを考察することで細田監督が伝えたかったメッセージを紐解いていくという趣旨の後編の動画となります。前編で扱ったテーマはこちらになります。概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はそちらを見ていただけると嬉しいです。そして後編で扱うテーマはこちらになります。後半の動画も前編と同様ネタバレを含みますので、映画を鑑賞後に見てもらえると嬉しいです。またこの動画を見ていて自分の考察とはちょっと違うなと思ったり、意見が違う方ももちろんいらっしゃると思いますが、この考察はあくまでも個人的な意見や考えをもとにしておりますので、そのあたりもご了承いただけますと幸いです。それでは早速やっていきましょう。虐待を受けていた K 君とトモ君の信頼を得るために、鈴はベルの姿ではなくアンベールした鈴の姿で歌を歌います。歌い出しこそ緊張と恐怖でこわばっていましたが、素晴らしい歌声でアズを魅了していました。そして歌っている最中に突然泣いてしまいます。彼女は一体なぜ泣いてしまったのか。それは母が死んでしまった際の行動を完全に理解し、その尊さに気づいたからだと思います。鈴の母親は見ず知らずの子供を助けるために川に飛び込み命を落としてしまいました。子供の頃の鈴は母親が川に入る直前に行かないでと強く母を止めていますし、その母親の行為は SNS でも非難の的になっていました。母親に置いてけぼりにされた、そしてこの行為は社会から理解されていないということを感じていた鈴は、どこか自分を犠牲にして見ず知らずの人を救うという母親の行動を理解できなかったのだと思います。ただ鈴はアンベールした状態、つまり自分を危険にさらした状態で見ず知らずの虐待されていた子供を救うため行動に出ます。仮想空間で正体をさらして歌を歌う行為と、命の危険を顧みず子供を救うために川に飛び込んだ母親の行為が鈴の中では重なり、そして理解することで母親に対して感じていた感情がどっと溢れてきたのだと思います。鈴がアンベールしたことにアズたちは最初戸惑っていましたが、彼女の歌を聴いてその戸惑いは声援に変わりました。その際にアズたちの胸のあたりがオレンジ色に光り出し、球体として体外に出現していました。ではこれは一体何なのかということを考察していきたいんですが、おそらく U を使っている人間、つまりユーザー側の感情がアズたちに反応し、温かなエネルギーを生み出したのだと思います。竜の背中にアザができていった原理とほとんど同じと考えられますが、このシーンはアズたちの温かな気持ちが色と物体でうまく表現されていましたね。個人的にはラプンツェルの戦場でのランタンのシーンを想起したのですが、ベルのキャラクターデザインにアナ雪やベイマックスを手掛けたジン・キムさんがジョインしているということも、もしかしたら関係あるのでしょうか。鈴がベルとして初めて U に参加した時に、クリオネの形をしたアズに君は綺麗だというふうに声をかけられます。その後も要所要所でクリオネが登場し、竜のところまで導いてくれるなど重要な役割を果たしています。クリオネの正体は気づいている人も多いと思いますが、これは竜の本体である K 君の弟トモ君です。竜が城の中でクリオネを大切に扱っているシーンで、竜の背中にアザが出てきました。これはまさに K 君がトモ君を父親から守っていたシーンだと考えられますし、竜とベルしか知らない曲をトモ君が歌っていました。これは竜の隣や近くにクリオネのトモ君がいたということです。さらに鈴とトモ君が初めて人間の姿で対面した時に、トモ君が鈴に対して綺麗というような声をかけます。このような共通点の多さから、トモ君はクリオネのアズでまず間違いないと思われます。鈴が一人で高知県から出て K 君とトモ君を救いに行くシーンは少なからず違和感を覚えました。なぜこんなにも仲間がいて、さらには大人までが近くにいる状態で K 君とトモ君を虐待していた父親のもとに一人で行かせるという、こんな危険な状況に普通だったらしないと思うんですよね。それにサマーウォーズでは最後にシンジが計算をするシーンで、家族みんな隕石が墜落する危険性を伴いながら彼のそばにいます。なぜ鈴は一人で行く必要があったのか。まず考えられるのは母親との類似性を出したかったからというものです。危険を顧みずに危機に飛び込む、誰かを救うためには頭よりも先に体が動いてしまうという母の面影を鈴に投影したかったと考えることができます。そしてもう一つは同調圧力を防ぎたかったというのもあるかもしれません。鈴が大人や仲間と一緒に K 君たちの父親の元に行ってしまうと、そこで一種の同調圧力が生まれてしまいます。もちろんこれは揺るぎのない真っ当な正義なのですが、 U のジャスティスたちのように見せたくなかったのではないでしょうか。このシーンで大事なことは、姿を隠さず真正面から向かってくる正しい意見は強いということです。それが一人の少女であっても、まっすぐで素直なメッセージとそれに伴う行動は必ず誰かを救うということです。K
ケイ君とトモ君を保護した後に、スズは高知県へ帰ってきます。そこで父親と会い、ただいまとお帰りと言葉を交わします。このシーンが来るまでは父親との疎遠な感じは否めませんでした。このシーンにおけるただいまとお帰りは、スズの母親が死んでから初めて本当の意味での父親との会話だと思います。スズの父親に対する態度を見るとかなり敬遠していて、まともに食事をするシーンさえありませんでした。しかしスズがこの夏経験したことで、ある種大人になったこと、そして母親への理解が父親への理解につながったこと、さらに父親がスズの行動を勇気づけてくれたことなどが作用して、また一つの家族になれた瞬間だと思います。高知県の名産品であるカツオのたたきが食卓に並ぶのも、おそらく母親がいなくなってから初めてなのではないでしょうか。ただの帰宅報告のただいまではなく、スズ自身の心が父親の元へ帰ってきた瞬間だと感じました。この映画で一番美しいシーンはと聞かれて、ラストの積乱雲から覗く日光だと答える人は多いのではないでしょうか。雄大な雲から日光が差し、彼らを照らす様子は本当に神秘的で美しかったです。このシーンの積乱雲は、ユーでの混乱およびスズの過去を表現していると感じました。ユーという計り知れないコミュニティの中で成長し、未来につながる新しい自分を見つけることができました。さらにここでの経験を経て、雲のように分厚かった辛い過去に初めてちゃんと向き合うことができました。この映画の中でぶつかった様々な壁とそれぞれの思いがこのシーンに集約されているように思います。映画が始まると同時にユーのメッセージが流れます。これはサマーウォーズのオズの時もそうでしたね。その内容はこちら。ユーはもう一つの現実、アズはもう一人のあなた。現実はやり直せない、でもユーならやり直せる。さあもう一人のあなたを生きよう。さあ新しい人生を始めよう。さあ世界を変えよう。このメッセージは物語冒頭と終盤に流れます。しかし実はその内容は同じでも、伝わってくるメッセージは180度真逆なんですよね。物語冒頭は現実逃避をしていたスズをバーチャル空間に誘うことで世界を変える、つまり違う空間で時間を過ごすことで現実を忘れ新しい自分を生きるという平行軸の話をしています。しかし物語終盤ではメッセージがガラッと変わります。 U で様々な経験をしたスズは明らかに成長しました。過去の自分を見つめることもできました。つまり U で自分の人生をやり直したわけですね。なのでそれ以降のメッセージは現実世界のスズに対するメッセージとなります。 U を通じて自分を変えることでこの先の未来、つまり世界が変わっていく、そして新しい人生を送ってほしいという未来軸のメッセージになります。またこれは私たち視聴者に向けられたメッセージでもあると思います。 SNS はもう一人の自分を作り出す場所ではなく、それを通じて未来を変えていくツールであると言っているように感じます。以上が後編の謎考察となります。後編ではこちらのテーマにフォーカスして考察をしていきました。そして竜とそばかすの姫の考察は以上で終了となります。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。